はい、どうもプータローです。このチャンネルではプロ野球ドラフト候補選手を詳細に分析した解説動画を上げていきますので、よろしくお願いします。去年同様、ドラフト上位指名候補を中心に不定期で出していこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。今回からは東京ロック大学リーグと東都大学リーグ以外に所属する大学の選手の解説動画を出していく予定です。ということで、今回は完成度の高い投球が光る大学球界屈指の実戦派投手、富士大学の金村翔真選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールの説明をして、次に投球内容の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんので、ご了承くださいませ。はい、それではプロフィールからいきましょう。はい、それではまずはプロフィールの紹介になります。金村翔真選手は右投げ右打ち、176センチ、82キロの投手になります。富士大学の背番号18ということで、玉田投手を思い出させます。またプロの右投手に混ぜると小柄な部類に入ると思いますが、体格はがっちりしていますし、スタミナも問題なさそうです。またこの選手は出身は沖縄ですが、岡山学芸館高校に進学しており、当時から実戦力の高い投手だったようですが、甲子園には縁がなく、沖縄出身の選手が多く進学するイメージのある富士大学に進学しています。富士大では入学後すぐに頭角を現し、4年春までに通算22勝、通算防御率が1点を切るなど大黒柱として活躍し、先日の大学選手権でも初戦敗退とはなったものの、素晴らしい投球を見せてくれました。ということで、投球内容もハイレベルですし、安定感も抜群で、ドラフトでも上位指名は濃厚と思われますが、1位指名確実というほど絶賛されているというわけでもないのも事実で、果たしてどのような評価でプロ入りとなるのか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりにも考えていきたいと思います。はい、それでは投球分析ということで、まずはフォームから解説していきたいと思います。この投手は足を上げた後すぐにトップの形を作り、そのままかなり短めのテイクバックで投げ込んできます。この投法ではリリースポイントのブレは少ないはずなので、この時点でコントロールの良さそうな想像はつきます。一方でリリースに助走がつけられないわけで、球速や球威は出なさそうですが、この投手の場合は軽々と常時140キロ中盤で投げ込んできます。このことからも上半身の筋力がかなり強い投手だと言えるでしょう。ということで、上半身主導の癖のあるフォームではありますが、この投手はすでに完成されつつありますし、結果も出せているので今さら問題にはならないでしょう。ただ上半身に負担のかかるフォームではあるので、故障には注意したいところです。では次に直球を解説していきたいと思います。まず球速は常時140キロ中盤、マックスで149キロになります。球質は特に特徴はなく普通だと思いました。右バッターに対する制球ですが、アウトコースはおおむね集まりますが、中に入ってくる球も散見されます。インコースはガンガンついてきますし、ツーストライクからも精度高く投げ込んできます。左バッターに対する制球については、アウトコースはやや中に入りがちですが、おおむね安定していますし、インコースも高い精度でつけていました。ということで、プロの先発ローテ投手レベルの球速帯の直球を、プロの先発ローテ投手と遜色ない制球力で投げ込んできます。コントロール重視の投げ方ですが、腕の振りは力強く、相手打者が球威に押されてファウルになる場面も多く見られました。ただしめちゃくちゃ速いわけではなく、球質にも特筆するほどのものはないので、プロの打者相手には直球でガンガン押すというよりは、厳しいところに丁寧に集めることが求められると考えます。続いて変化球の分析になります。球種は主にカーブ、カットボール、ツーシームの3種類だと思います。まずカーブからですが、変化量は普通、変化タイミングはカーブなので関係なし、制球力は普通ぐらいだと思いました。制球力が高く、カウントを取る球としても決め球としても有効に使えています。次にカットボールですが、変化量は普通、変化タイミングはやや早め、制球力はいいと思いました。基本的には横に小さくスライドする球速の速いカットボールを投げてきますが、対右バッターの外の低めには縦に曲がるカットボールも使ってきているようです。曲がり始めがやや早く、空振りはあまり取れていませんが、やはり制球力が安定しており、対右バッターのアウトコースに集まりますし、対左バッターの膝元にも投げ切ることができています。
ということで、この球でカウントを整えたりゴロを打たせることができています。最後にツーシームですが、変化量は普通、変化タイミングはやや早め、制球力はいまいちだと思いました。あまり自信がないのか使用頻度は低めですが、対右バッターで食い込みながら沈んで有効に使えているようには見えました。対左バッターにはこの球よりもアウトコースの直球やインコースのカットボールで決めに行くことの方が多いようです。ということで、多彩な変化球を制球よく投げ込んできます。特にカットボールの精度は高く、直球とのコンビネーションで実践力抜群の投球を可能にしています。また対左バッターでカーブやカットボールを外から曲げるというおしゃれなこともできていました。ツーシームの精度が上がると対左バッターももっと楽に抑えられそうだと思います。それでは投球のまとめになります。この投手はテイクバックが小さく、見るからにコントロールの良さそうなフォームから、アウトコースに140キロ中盤の直球を集めながら、インコースやカットボールも使ってツーストライクを作り、そこから対右バッターに対しては外のカットボール、外の直球、左バッターに対しては外の直球、インコースのカットボールが基本パターンのようです。ということで、すごい球があるわけではないですが、直球とカットボールを自由自在に操れているので投球の幅が広く、淡々と打者を打ち取ってくる生粋の先発型投手になります。実践力の高さはアジア大学の青山投手と並んで、今年の大学生投手でトップクラスでしょう。大崩れするイメージが湧きません。ということで、1年目から1軍の先発ローテ争いに入っていけると考えます。ただし、プロではランナーを出しながらも粘り強く丁寧に投げて3アウトを取るという投球が求められるタイプでしょう。リリーフでも即戦力になると思いますが、三振を取れる変化球が現状ではないので、個人的には先発の方が良さが出る投手だと考えます。あえて課題を挙げるなら、カットボールを空振りが取れるレベルに仕上げたいのと、対左バッターには現状では有効な変化球がなくやや苦労しているので、ツーシームの精度を上げていきたいところです。そこまでできれば一軍先発ローテに完全に定着となるでしょう。はい、これで投球分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この投手は完成度の高い投球が光る大学球界屈指の実践派投手になります。1年目から1軍の先発ローテに入り、5勝前後は可能、リリーフでも50試合防御率3点台前半が可能と思われる真の即戦力投手になります。ただし、ほぼ完成された投手という印象は受けるので、プロ入り後の大幅な成長は見込めないタイプではあり、1年目からある程度結果を出さないと厳しくなってくるタイプではあるでしょう。ということで、1年目から1軍の先発ローテ入りが可能、リリーフ適性もある投手を補強したい球団が示してくるでしょう。となると、具体的には広島、横浜、ヤクルト、日ハム、西武あたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、プータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星3つになります。ドラフト2位から3位級と評価いたします。将来像としては、 JR 東日本東北に8年間在籍した後、ソフトバンクにドラフト5位で指名され、球威のある直球と多彩な変化球を抜群のコントロールで投げ込み、ソフトバンクのエースに上り詰めた摂津忠投手がタイプとして近いと思いました。この投手は今年の大学生投手では、アジア大学の青山投手と双璧といえる完成度と安定感があると考えていますが、この投手もすごい球があるわけではないので、黒星は3つ、すなわちドラフト2位から3位級と評価いたしました。今年は即戦力で計算できる選手が少ないので、1位で指名される可能性も十分あるとは思いますが、個人的には2位から3位で取れればお得感がある選手という位置づけと評価したいと思います。それでは最後になりますが、プロでも実践力の高さを実践に発揮して、チームに欠かせない投手として活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は、評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。ブータローでした。